だし巻き卵を作ります。卵料理は加熱する時の温度が重要になります。火力の調整は作る人や作る量、作る環境によって変わります。自動調理から食材である卵料理、調理方法からフライパンを選んで卵焼きを選んでいきます。焼き色を選択するだけで予熱が始まります。ディスプレイアイコンは食材や調理器具が使われているので、初めて使う方でも簡単に選ぶことができます。予熱が完了したことをディスプレイで投入サイン、ブザー音でも知らせてくれています。パンベースに油を敷いて卵液を一気に投入します。投入サインをチェックしますと攪拌サインが出てきます。ディスプレイ上部でカウントダウンしている数字は卵を巻き始めるタイミングを知らせるものです。メッセージとブザー音で知らせてくれます。底面にあるパネルヒーターが均一に面で加熱していますので、直火で焼いているのと同じような焼き目ができます。開始からたった2分ほどでだし巻き卵ができました。